はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はですね、埼玉県のね、ハードオフをねちょっと巡ってるところなんですけれども、今来ているところはですね、後ろに見えますお店、ハードオフ北本店の方ね、ちょっとやってきました。はい、こちらの方もね、過去にね、何回か来たことあるお店ですけれども、だいぶ久しぶりなのでね、また商品だいぶ入れ替わってんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、カメラコーナー見に行きたいと思います。じゃあ行ってみます。はい、じゃあね、店内見ていきたいと思います。こちらもね、オフハウスとハードフル、一緒になってるお店ですけれども、カメラコーナー前の場所と変わってないね。はい、ありました。こちらのね、棚ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあね、まずはこの辺ビデオカメラですね。ビデオカメラがあって、はいね、キャノンのね、EOS があって、手前にペンタックス、はいね、有線品ですね、この辺ね。はい、こんな感じ。はい、下の段ね。はいね。F2 フォトニック S2 がありますね。ストロボがあったですね。これなんだろうな、フィルムスキャナーか、フィルムスキャナーがありますね。で、手前になんか双眼鏡があって、ね、こんな感じですね。はい、あとはレンズが下の段にあって、キャノンのレンズですね。有線品のレンズですね。どうなる？お、アートレンズがありますね。シグナのアート、アートの X だ。90mm マクロ、90mm っぽいな。70mm か、70mm マクロですね。シグナのアートレンズは 70mm マクロとか。下の段ですね。奥の方にはズームレンズがありますね。はい、5500、シグナ5500が8万円でありますね。あとね、マイクがあったりとか。はいね、富士フイルムのファインピクセル。お、アルファ73があるね。4.7なんか。ペンタックスがあって、はい、D70S の、流素品があって奥の方とかもね、はい、こんな感じかな。はい、下の方はちょっとカメラと関係ないものがありますね。はい、では他のとこちょっと見ていこう。こっちか、あ、こっちにもいっぱいあるじゃん。まだいっぱいありますね。これね、ガーッと、はい。まず防湿庫があるね。東洋リビングの防湿庫と、あと何でもある。コメットのあれだ、ストロボ入れるケースかな。結構でかい5000円のね、ライトボックスだね。はい。で、ドライボックスがあったりとか。三脚とかがあって、こっちも三脚ありますね。で、レンズポーチ的な、レンズケース的なものがあったり、ストラップかな、これは。ストラップがあったり、レンズがあったり、
マウントアダプターなのかな、これはね。いろいろ細かいのがあります。はい、レンズフード。レンズキャップのリアのレンズキャップだったりフィルターだったりとかですね。はい、じゃあね、下の方をね取っていきます。はい、マミヤの67がありますね。結構でかいんだねこれね。はい、ファインダープリズマ内にカビがありあって。はい。これね、ブロニカのファインダーがありますよね。まあ中盤なんだ。中盤の。うん、下の方は、下の方はね、フィルムカメラケース、うん、あれ、ソニーじゃんや、ミノタン X700 がありますね。ミノタン X700 が、とりあえずこっちはこんなもん。よいしょ。はい、ね。ブロニカがありますね。ブロニカのセットなのかな。7万7千円でね。レンズが3本、4本ついてるのかな。はい。で、マミヤの RB67、9万9千円でね。はい。ね、上の方買ってくるか。なんかいろいろついてます。で、うん、アングル変えたりとかね。接写リングとか。飲むかな。よいしょ。6色きれいね。よいしょ。はい。じゃあね、ちょっとね、青箱系のジャックコーナーね、探しに行きたいと思います。お、あった。いましたね。はい。で、ジャンクコーナーですが、まずね、ガラスケースね。こちらのガラスケースから取っていきたいと思います。はい、まずはペンタクスの645があって、奥の方にはブロニカのなんか長いレンズがありますね。こうよいしょ、ぐーっとね、はい、こんな感じのレンズがあります。あ、こっちあれか、ブロニカにくっついてんだ。よいしょ、よー、あれ全然引ききれないね。よいしょ、はいね、ちょっとこんな感じなね。ボディと一緒になってて3万3000円だね。めちゃめちゃ長い。よし、であとはこういうのとか、はい、でフィルムカメラあります。で下はレンズか、レンズです。はいはい、でこれはこの中、この中、はい、で、そうね、理解ですよね。こういったね、ちょっとクラシカルな蛇腹カメラとか二眼カメラとかね、そういうのも置いてあります。こんな感じかな。あとは青箱系とかはあんのか、ちょっとね、向こう行ってみたいと思います。はいね、ジャンクのこうね、たまにこういう感じでいっぱいありますね。
ね、トリップ35オリンパス、はい、ね、こんなとか、はい、コニカ、コニカね、いいパティック、ね、ね、コニカの C35 があります。3000円ですね、はい、曇り傷カビ使用感あり、ね、動作 未着とか、うん、ね、ニコマートとか、ね、これは500円、ね、これなんだろうね、なんでしょうね、タムロのなんかがある、なんだろうね、これね、ちょっとよくわかんないけどね、いっぱいありますね、はい、で、ワンフロットのビデオ雲台の頭ですね、3000円、はい、で、コンパクトカメラ、はい、これはミノルタですね、ミノルタがね、これかとこも入ってね、はい、で、ニコンとなんかレンズシグマとか入ってるみたいね、こんな感じ、うん、あ、レンズが、はい、結構ね、なんか面白そうなレンズがあればいいけど、あんまりなさそうだな、よく見かけます。で、ストロボ関係、はい、ね、キャップとかかな、はい、で、こうなって、で、フード類ね、はい、フード類が、で、こっちもフードかな、あ、一応レンズか、レンズが入ってますね、はい、よいしょ、で、下の方にね、この三脚のジャンプがある感じ、はい、とりあえずこんなもんかな、あとはね、トイカメラがあったりとか、ね、これいくらすんだろう、双眼鏡があったりとか、1100円、ジャンクって書いてあります、うん、はい、ハードオフのね、北本店ですが、こちらね、はい、チェックインしていきたいと思います。はい、ね、2つはい、ということでね、ハードオフの北本店をね、ちょっと見てきましたけれども、まあね、商品はだいぶ変わってたんですけれども、まあ、あまり特にね、欲しいなと思うのはそれほどなかったとか、全くなかったんでね、はい、またね、今日結構な件数ハードオフ行ってますけど、これといってね、まだ何も変えてない状態ですね、はい、まあ、もうちょっとね、まだ時間あるんで、あと1、2件ぐらいね、ハードオフ回れたらいいなと思ってます。はい、ということで、藤本豪華でした。